ウランバートルにあるナツアグドルジのモニュメントナツアグドルジの代表的な詩、我が故郷のヒ文ボルジギンダシドルジーンナツアグドルジは、清市と武県出身の詩人、小説家、劇作家。代表作は、1933年に表された、モンゴルの自然を流霊な筆致や写実で歌い上げた詩、我が故郷で、広く、国民に愛読された。 30歳で溶接するまで短編小説や儀曲を発表し、革命後のモンゴルに新しい社会主義リアリズムのモンゴル文学を築き上げたことから近代モンゴル文学の父と称される。1906年11月17日、新能ゥブ県にボルジギン氏の流れを汲む貧しいモンゴル人貴族の元に生まれ、家庭教師から初等教育を学んだ。 1921年のモンゴル革命を機に、翌年1922年に、モンゴル人民党に入党し、同国出身の革命家ホルロー議員チョイバルさんや、ハタンバートル・マクサル・ジャプの影響を受け、革命運動に参加する。革命中に生まれた初めての文化機構、スフバートル・クラブでは、中枢的な存在として様々な文化工作を展開した。 1926年頃から1929年にかけてソビート連邦やドイツ、フランスに留学し、1927年頃より執筆活動を始めた。帰国後はモンゴルにピオネールの創設や指導にあたり、モンゴル科学アカデミーの研究員としてモンゴル語やモンゴルの歴史を研究したが、1932年頃に左翼イデオロギーの持ち主だとして、 約半年間投獄される。出所後は、文筆活動に勤しむが、1937年6月13日に30歳で死去。ナツアグドルジは、翻訳家としてもドイツ語から、フランスの作家ギド、モーパッサン、アメリカの作家エドガー・アラン・ポー、ジャック・ロンドンの作品や、千代人よ物語をモンゴル語に翻訳したほか、ロシアの作家アレクサンドル・プーシキンの作品を初めて、 モンゴル語に翻訳したことでも知られる。ありがとうございます。